皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正孝です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて10月前半号、はじめは千葉市セラウリの記事を紹介していく広報河原版です。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。それでは千葉市セラウリ10月号の注目記事を見ていきましょう。まずは一面です。深海に眠る秘宝を探せ。千葉市科学館に展示されている深海6500の模型写真です。千葉市科学館は常設展示のリニューアル工事を行いました。新しく展示に加わった深海6500関連の展示など、リニューアルした展示をお楽しみください。それでは9面をご覧ください。プラス10の身体活動で生活習慣病を予防しようです。生活習慣病は私たちの医療費のおよそ3割、死亡者数のおよそ6割を占めており、その改善と予防は私たちの健康を守るために大変重要です。いつもより10分多く体を動かして生活習慣病のリスクを減らしましょう。生活習慣病とは、不適切な食生活や運動不足、過剰なストレス、過度の飲酒、喫煙などの生活習慣によって起こる病気の総称です。糖尿病や肥満、高血圧症、動脈硬化症、がんなどが挙げられます。生活習慣病の中でも特に糖尿病に注意。糖尿病とは、血液中のブドウ糖が慢性的に多くなる病気です。ブドウ糖は生きていくためのエネルギーとして大切なものですが、多すぎると血管が傷つきやすくなり合併症を引き起こします。日本では40歳以上の男性3人に1人、女性4人に1人が糖尿病または予備群と言われています。まだ糖尿病と診断されるほど血糖値が高くなくても、正常より高くなってきた方は糖尿病予備群に該当します。一度生活習慣を見直しましょう。生活習慣病予防のために、毎日の身体活動にプラス10を取り入れよう。身体活動は血糖値を下げる、血液の循環が良くなる、肥満が解消されるなど様々なメリットがあり、糖尿病をはじめとした生活習慣病の予防に効果があります。またストレスを発散して気分転換を図ることができるため、心の健康にもつながります。身体活動は運動だけではありません。身体活動と聞くと運動をイメージし、仕事や家事育児などが忙しくなかなかできないという方が多いかもしれません。しかし身体活動は運動だけではなく、日常生活で体を動かす生活活動も含めて構成されています。運動は苦手という方も生活活動の機会を増やしましょう。プラス10の効果。プラス10とは、今より10分多く体を動かすことです。プラス10を取り入れるだけで、死亡や生活習慣病のリスクを 3% から 4% 減らせることが分かっています。また1年間継続すると 1.5kg から 2kg の減量効果が期待できると言われています。日常生活でのちょっとした工夫で無理なくプラス10を実現し、健康への第一歩を踏み出しましょう。1日6000歩を目指そう。歩くことは日常生活で最も基本的な身体活動です。1日6000歩以上のウォーキングが健康の維持増進につながると言われています。まずは普段の生活で10分、およそ1000歩多く歩くことから意識しましょう。
千葉市では1ヶ月間で1日平均6000歩以上のウォーキングを継続した方へ千葉シティポイントを付与します。たまったポイントは特典品や和音ポイントに交換できます。詳しくは千葉市ウォーキングポイントで検索してください。続いては22面をご覧ください。みんなで作る快適な街です。10月2日日曜日、3日月曜日はデジタルの日です。テクノロジーを活用した市などの取り組みを紹介します。千葉市はみんなで作る快適な街をキャッチフレーズに、テクノロジーを活用するなどして市民が心地よくちょうど良いと感じられる街を目指します。市民の皆さんと目指す姿を共有するため、千葉市スマートシティ推進ビジョンを策定し、ビジョンに基づき行っているさまざまな取り組みを千葉市スマートシティプロジェクト2022にまとめました。紙面ではいくつかの取り組みを紹介しています。あなたが使える制度お知らせサービス。家族構成や生年月日などの市が保有する住民情報を活用して受給できる可能性のある各種手当や健康審査などについて LINE を通じて個別に市民へお知らせするサービスが、あなたが使える制度お知らせサービス 4U です。例えば子供が生まれた、一人親になったなど登録しておけば状況に応じたお知らせが届き、検索や問い合わせの手間が省けます。健康審査、がん検診など対象となるのは26制度。登録は市公式 LINE アカウントからです。詳しくは千葉市お知らせサービスで検索してください。慣れれば簡単、初めてのスマホ体験講座と題して、公民館を会場にスマートフォン初心者向けの講座を開催します。開催日時はご覧の通り。参加ご希望の方は電話でスマートシティ推進課へお申し込みください。さて続いては、市内で行われた出来事などを紹介する映像トピックスのコーナーです。今回は千葉市を会場に行われました、令和4年度第43回旧都県市合同防災訓練をお送りします。9月1日の防災の日、千葉市蘇我スポーツ公園で巨大地震発生に備えた大規模な防災訓練が実施されました。この防災訓練は首都圏の1都3県と5つの政令指定都市旧都県市が毎年合同で行っているもので、今年は千葉市が中央会場となり、消防や警察、自衛隊など85の機関が参加しました。千葉市が中央会場として開催されるのは9年ぶり。新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送っていた一般市民の見学も3年ぶりに再開され、訓練の様子はオンラインでも配信されました。訓練は千葉市直下を震源とするマグニチュード 7.3、震度6強の地震が発生した想定で行われ、ヘリコプターで被災者を救助する訓練のほか、自主防災組織の初期消火訓練、ドローンを活用した上空からの情報収集など、さまざまな訓練が実施されました。また会場内では、地震を体感できる防災普及車やAED を使った心肺蘇生訓練など、防災に関わるさまざまなブースが出展されました。訓練終了後、神谷俊一市長は、各機関と連携の確認が取れた訓練だったと話しました。被害が最小限に抑えられるような対応をですね、市役所ももちろんなんですけれども、関係機関、力を合わせて取っていく、そんな確認ができた訓練ではなかったのかなというふうに思います。さて次回後半号では、シリーズ特集として千葉市食のブランド1000をご紹介します。ぜひお見逃しなく。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。